ウェレーザーミカドオープン、全エントリーホーム本日、23時59分12時もありますとエントリーできなくなります。全エントリー、そんなわけでまだエントリーをしていない方はね、お早めにエントリーの方をお願いいたします。お願いいたします。当日エントリーも行うのですが、してない方はね早めにしてください。大変です。さあ、そんなわけで A 番台は、モガさんのスレイヤーとおしげさんのミリアです。おしげさん前回来た時自分家で寝てたんであれだったんですけど、今回事務所に寝てました。もう出遅れました。さあ、しかし今回参加してくれるということで、トイリオさんとメンさん掛け合って出てくれました。ありがとうございます。さあ、忙しそうですけども、ここにミスが当たります。痛い。このカラーのミリア見ると、青色の時にミリアすごい強いんだけどスレイヤーすごいきついっていう話を、青色の時は確かあったんだよな。なんかこの話思い出しますね。さあ、ハイスラッシュ裏から投げてマップハンジ総裁戦、ここジャンピーから落としてジャンプ D まで。さあ、まず1本はモガフレイヤーマッパンチ。さあ、怖いぞ。リターンをガンガン押し付けてくる。ハリが拾えない。タンデムでガリを張りますが危ない。さあ、攻める。このゲージ状況、差がついている間に一気に仕留めたかったモガスレイヤーですが、ここはガード受けにありますが、ジャン D から落として、ここはデッタングル、ゲージ入って裏回りロングステップがある。今回は 1K から 2K、 ここは少し休まってしまった。5番マッパンチ、直前ガード見せますが、マッパンチマッパンチガリガリいきます。ヘルタースケルターに対してこちらキンバスをタンデムで安全に作っていきますが、延々再差し、ここはロマンキャンセル、ゲージ状況がお互いないんですけども、バーサーだけちょっと気になりますね。さあ、ここはあとバーソが気になると言ったが、そのまま一気に決めました。おいしい。最終ラウンド、さあ、ここは投げに反応しましたが、アンダープレッシャーがヒット、タッチがヒットですが、さあ、お互いにダメージは単発単発のダメージになっているんですけども、やはり一発一発の威力が大きいスレイヤーがまず体力をリード。あとはクロスサイズハイスラッシュから、これはいい判断、これは拾い直せるか。マッパンチ、あーと、しかしタンデム画面端に追い込むは押し込みリア、奥攻めは足払い、バックジャンプキャンセルですが、バックステジャンプキャンセルですが、しっかり捉えて下げる状況。あーと、ここは二重のタックでしたが、キールキャンセル、キーバースをここガード、ジャンプ D カウンターヒット、画面端追い込んでタッチピー前ハイ、2段目ヒット、奥攻め前 K から、そのまま決めるか、ファーストは間に合いません。勝ったのは押し込みリア。さあ、これで全ての1回戦が終了いたしましたので、今度は0回戦組をやっていきます。 A 番台トゥーリオ、イノタイ、スケ、エルフェルト、 A 番台でお願いいたします。そして B 番台では負けトーナメントを呼び出していきます。鳥さんのジャックゴとリョウナサさんのソル、 B 番台で試合です。はいはい、あれ落ちてました。なんだろうこれ、まあ適当に使っちゃってくださいいやいや、どうぞね、適当に何倍にもできますから。あ、了解です、ありがとうございます。さあ、 B 番台負けトーナメント OK です。はい、始めてください。こちら終わってしまう、負けちゃいと終了となりますので頑張ってください。え、なに、え、何言ってんの、これ負けたら終わりだよ、2回負けたら終わり、さすがにそれは2回負けなきゃ終わりじゃないです。さて、スケールフェルト対トゥーリオイノですが、先ほどめっちゃ面白いんだけど、あの冷静に作業プレイに徹するポイっていたトゥーリオさんですが、その死ぬかと思ったってこう緊張していたらしいの、マジで面白いですしかしそんな緊張も吹き飛んだが、1本一気に取ります。空中投げ、やけど、トゥーリオさんのメンタルは見習いたいですね。
ケミ縦からラメガジ縦ケミからガラシマライ、これ食らっていたらヒット確認から覚醒必殺技飛んできたでしょう。さあしかしこの前転、前転、まあ FPS におけるその前転はまあ大体なんか超無敵ついてるからそういうもんだよねみたいな話をこの間隠しとしてたんですけども、前転はあの硬直に刺していかないといけません。さあ話これはあとこれは最後ドット状態でしたが 2K が早い、勝ったのはドリオイノ。スケさんは何番だこれ、7だな、そこ。続いて隠しと俺なんでまたドリオさんお願いしていいですか。はい、再び実況変わりました、トゥーリオネイリです。さあ普段やってるでしょうこの2人、ワンピー側が、タキシージャック、スーピー側がジョニオジョニー。まあお互いねもう成人成人ということでかなりもう帝でも上位層に来てると思いますが、どういう戦い見せてくれますでしょうか。さあ開幕シャガハイからダムを奪う、対するジャカクシも、ここはさランサー先生ですね。続いてナイト、マジシャンと作っていく。さあ場は出来上がったが前系でカウンター、ワンコイン当てて8ダウンまで勝ったのは、鳥さんの勝ち。進めてきた、そう、中山ジョニーと、モガスレイヤー続けて試合 B 番台でお願いします。はい、と言っている間にタクシーがピンチだが、ワンダウン埋まって、これはまだチャンスはあるでしょう。下段が通って橋ダウン、さあクロックアップ、ゲージもないので我慢の時間、フレーで何とか耐え忍ぶが、これは当たっちゃった、カルバラスで終了。さあ一本選手はジョニーをジョニー、レベル2かな、しかしダッシュが出ないか、まあなんとかフォローしていく、レベル2上げまして走り投げ、まあこれは一つのもうセットプレーですね。こっからまた投げていく、ずうずうしかったがサーバントが邪魔をしてしまう、家投げキャン、これ最強ですね多分ステージャッキが出まして走り、今度は成功、レベル2上段から、あとは橋段は見つけてしまうが、まあ状況としてはよし、レベル3まで上げまして、さあ家が崩れていく中で今回も死んでしまう、取り返したジョニオジョニー、最終ラウンド3敗強気にいった。さあ場を作って家投げで対抗していく、対空コインがカウンター、そっからこれは奪えますでしょうか、ダウン、ダウンを1でレベル3まで、さあ後ろから何か来る、後ろから何か来るが構わず前傾、しかしコンボミス、そうです、今回のジョニーはこうやってフォローが効くんですが、おお、村崎キャンが急投げでフォロー。さあ家はいい感じに育っているぞ、隠しジャック、ここからどのように盛り返していくか、立ち入りヒットからの家がフォロー、帰ってくるっていうのが辛いですね、この家。 B 番台はモガスレイヤー勝利ですね。はい、じゃあ B 番台一回保留してこちらを見守りましょうと言っている間に終わりました。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと上げづらいですね、やべえ、実は隠し塔全然やってないんだよね。俺を本気にさせたのは、そう、多分2ヶ月ぶりぐらいじゃないか、そんなやってねえか。
続きまして、おしげさんのミリアとほひこさんのラムレザル A 番台で試合となります。ありがとうございます。マグだって、トリオさんの声が癒しボイスでいいですね。俺は昔からミクタらしい声って感じで、スカシタ口調でみたいな感じで書かれて悲しくなりましたね。ニコニコの変な大百科でね。さあ行きましょう。おしげさんとほひこさんです。いや気にしてないけど。え、 B 番内 FAB さんのポチョモキンと隠しのジャック王 B 番内で試合です。ダンプは FAB さん 2P 側だとちょっと調子落ちるんですかね。 1P2P 面白い、実際変わってない。まあ原価次みたいなとこありますからね。さて、ほひこさんとおしげさんの試合となっております A 番台。さあここは投げ返し、置き攻めはここでバーストを返していきます。ガンダッシュ、おーとう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 剣が当たっている。針を投げて速い展開で攻めていくのはこのおしげメディア。ダメ足、ちょっとほひこさん追い込まれてしまいましたが、画面端再び返されてしまいます。イエス、ハイスラッシュから高校でジータリス、ビジータリス、これすげえ発音が難しい。とてもいいですね。一本選手は、おしげさんのミリア。さあ画面端チャン K からタンデム2ハイスラ捉えて KD から落としました。うほー、イエス、ジャンプリーからの落として、さあ耐えれるか、マイケヒットからのキンエス、ジャンディー、おーなるほど、落として、これ結構あの時代の方から見てたんですけども、ブリッツマー以外からのシークレットガールの置き攻めに続くみたいに。そうそうですね、ジャンディーからここはしっかりコンボを決めて勝ったのはおしげさんのミディアとなります。これで2回戦、負けトーナメント含め2回戦が終わりましたので、ここから先はもう負けトーナメントがございませんので、勝ちトーナメントの方は頑張ってください。で、ほひこさんはそういうわけで9番ですね。あー、血が汚すぎる俺の。6番ってどこだ。あ、ごめんなさい、1個だけありました。ミンさんとエンさんの試合がここ1回戦同士なんですけど、まだ負けトーナメントあります。ここね、よろしくお願いいたします。では何どうした、死んだ、しゃなしゃなし。ミンさんのジャック王とエンさんのスレイヤー A 番台お願いします。ここ負けてもまだあります。あ、書いてある。なんで鳥さんのジャックとモガさんのスレイヤー、今度は B 番台の負けトーナメントをお願いいたします。先週どうやったっけ、上と下でやったっけ、左でやったっけ、上と上だよね。ちょっと先に言っとかないと。どっちだ今日、また2台だしな、こっちも少ないしな、ただこっちも多いのか。うん、じゃあこう、こうか、どっちもいいよ。まあその時の流れなんだけど、基本はやっぱ横ってより縦かな、縦路線で、それでちょっと様子見で。リンさんのジャック王とエンさんのスレイヤーですが、開幕パイルバンカーで吹っ飛んでいます。まあ、リンさんといえば、気づいたらなんか人が死んでるんじゃないかってぐらいの叫び声が反対側から聞こえてきたりするんで、そこに注目ですがね、マイクに入るか分かんないですけど。さあ、バース読んで、さあここはゼッソン、バースト警戒しつつの攻めになっていそうです。かなり調べてますからね。ハイスラー、ハイスラー、ドーン。ファイルに始まり、ファイルで終わる。まず一本選手のエンスレイヤー、ダメ押し、タッチキー、ここは直前ガードからしっかり確定取ってきます。おーっと、ナイト、
やっぱバウンドしてくるといいですね。画面足吹っ飛ばして前ビーポイッと投げて、あーっとバックガザーかくったか、かからない、ハイスラッシュ直前ガードしていきたいところですが、ベベベベベとキロンのベジータ画面足3ハイスラ割って持ってないとから、いえさあ、ミンさんといえばガチャで無茶してるイメージでドロップ運はかなりいいらしいとマイクさんが言ってたんで許さないって言ってましたね。恐ろしい。おっとゼストを返して、太郎さんのゼストに対しての見解面白かったですよね。ガードゲージが上がるとね、勝利は1回しか打てないけど、ガードゲージ少なきゃたくさん打てるよっていう、なるほど、かっこいい。いてー、手を殴られたゴーストがささやきはしませんが、画面足前ハイスラ受け身寄り連携取られて落とす、あー生きてる。バーストはどこで使うかですね。いやしかし家がいい感じに散らばってるんで置き攻め難しかったですね。ここもしタクリ成功させないとね、ランサーがないと言いましたからね。エンさんはまだ試合がありますので、お待ちください。これで出揃いませんな。まず準々決勝先行きます。ジョニーを、じゃあね、俺のジョニーと、おしげさんのミディアエヴァンダイでお願いいたします。じゃあトゥリオさんちょっとお願いいたします。あ、場所はどっちでも大丈夫です。はい、先に呼び出しを行います。スケ・エネフェルト対ホヒコ・ラムレザル B 番台でお願いします。さあ、三度実況変わりましたトゥーリオネイルです。おしげさんの実況をねさせていただけるなんて光栄でありますわ。さあ、これ結構楽しみな組み合わせですね。ジョニーの火力に対しておしげさんと対処していくのか。サイレントフォースからターンを取りたかったが、ジョニオも切り返す。ハリオをゲットして足払いからダウン、投げて切り返す。あーそうなんです、意外とね、やっちゃうんです、おしげさんも。はい、さあ、ジョニオは珍しく切りをかけていく。補正を切って、これピオルじゃないのかな、大丈夫です。しかし虫の息、おしげさん頑張りたい。マイパンカウンターで終了。さあ、なかなか流れで よく取っていったジョニオ。ジョニー2本目どう取り返すか、おしげミリア開幕手打を通せ、勝ち傾斜から刻んでガードにしのげ、針を使わせてなんとか陣取りたいジョニオ。ジョニーバーストで切り返して針を向こうに追いやりたいが、地上から来るのがおしげミリア。画面端の置き攻め、まずは下段下がり様に耐えてコロ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 投げ、エメラルドレインで3発拾う。ダメージもなかなかのものです。おっと、ちょっと置き攻め戸惑ってしまったが、針でフォローして暴れつぶしのタンデマガード、ここでターンを切り替えたいところだったが、ダッシュが取ってしまう。シークレットガード前に出てブリッツ、しかし裏目に出てしまった。さあ、テーダキさんから投げに、それは無理ですね。さあ、取り返す押し気味には最終ラウンド開幕、コインを投げてまず固めていく、バーストを早めに使う。まあ、ワンチャンこれね、ラウンド終盤でもう一回使えたりしますが、コンボミスから、しかしダストが当たって横ダスト、これなんだこれすげえ感性ついたシャガハイだったんだけど。さあ、テーダを通してバックスペがあり、足ダウン、こうなれば最強キャラとか関係ありませんが、ゲットアングルで切り返す、シャガハイ、さらに立ち系立ち系、うわーガードバランスがすげえことにと言ってる間に、コヒカラメレザルが勝利ですね。次呼び出すのは、FAD ポチョムキン対、コヒコ、違うやろ、ここやろ、エンスの、うん、エンサン、エンスレイヤー対コヒコラメレザル B バンダーでお願いします。さあ、目を離してる間になんかバースの花火が見えちゃって終了。
では、トゥーリオさんのイノとエンさんのスレイヤーアイバンドでいきます。はい、マジやっちゃった。あ、ごめんなさい、ミンさんです、ごめんなさい、聞いてなかった。大変失礼いたしました、ミンさん。